はい、どうも、ルギです。本日はですね、引き分け企画を、今年初になるのかな？はい、やっていきたいと思うんですけど、まあ、名前見てわかる通り、みんな、火から始まるわ。ひでおさんも、火から始まるね。で、今回はですね、いつも一人で、実況者やってんだけど、この、ひでおさんって方にね、協力してもらって、一緒に塗って、やっていこうかなって思います。ひでおさん、頑張ろうね。どうした？僕自信がないです。俺もない。はい、なめろう金属1回目よろしく。よろしく。久しぶりだよ、本当に。久しぶりだよ、これね。うん、あんま得意じゃないんだよね、塗るの。なんで？すみ。いや、なんか、几帳面な人ほどさ、できるって言うけど、俺結構大雑把なんですよ。うなちゃん大雑把なんですか？なんか、大型とか大雑把って言うけど、別に大型ってわけじゃなくてさ。はい。なんだろう、B 型なんだけど、はい。まあ、変なとこ几帳面っていうよね。ああ、そうですね、B 型の人。そう。でもね、大体ね、俺大雑把。うなちゃんは B ですよ、でも。俺 B？ はい。もう誰がどう見ても、うなちゃんは B だって最初から分かると思います。そうなんだ。俺、はい、血液型が何なのか分かんないけどね。まあでも血液型で判断するの日本人だけらしいですよ、うなちゃん。あ、そうなんだ。俺は判断しないから、うん、やっぱそうらしい。海外なんだ。ひろさん、真ん中来たんだけどさ。はい。ここ真ん中でいいよね。どこ？このさ、トラックの隣じゃないかってでしたっけ？あ、そう、トラックの隣。トラックのとこだった気がするんですけど。トラックの隣ってさ、うん、これか、ここか。ちょっと、うなちゃん、なんか真ん中にバルーンがあるんですけど、なんでこれ？確かに前なかったよな、これ。前なかったですよ。でもさ、今思ったけどさ、形変わってるからなんか、うん、見て。車が突き刺さってるんだよね。じゃあどうしますか、これ。まあでもやってみるしかないよ、これね。ヒロさん見て、車。何？フロントのガラス、なんか銃で撃たれたよな、とか。ほんとだ、せっちゃんこになって、しかも銃で撃たれた跡がある。やばいよね、これ。なんでこうなっちゃったんですか？わかんないけど、多分チャージャーとかが強かったから、ステージ変わったんだ。ってことは、ステージ変えてから初めての、はい。引き分けなのかな？そうかもしれない。ってなるかも。ね、うなちゃん、ね、ちゃんと見返してくださいね。塗り残しがあるかもしれないから。あ、わかりました。で、真ん中ちょっと汚いから直そうよ。だから、うなちゃん直してくださいよ。真ん中どう、これどういう状況。一応ペチ塗りでちょっと塗ってるけど、ほら、まっすぐじゃないね。汚いね。まっすぐではない。あ、ありがとう、ひでおさん。うまい、うまい、うまい。ひでおさん、うまい。その塗り方うまいね、やっぱり。すぐうまいので。あ、ちょっと、あれがある。いいんですよ、これ、アクセント、これ。いやいや、ダメダメダメ。アクセント。ダメダメ、これ、ダメダメ、これ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 、あった方がいい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 。あ、ほんとにあっちゃった。これ、これ大丈夫か？あった方がいい。ええ、なんかあそこ。え、見て、あれ。あそこ。うなちゃん、これ絶対あそこなかったらぴったりだと思いますよ。ですよね。はい。あそこ、何あれ？何あれ？何があった？はい、なめろうの2回目です。皆さん2回目なんですけど、はい、さっきなんか、ね、おかしかったね。なんかおかしかったですよ。ステージのどっかはみ出てたんだけどさ。はい。どこだ？どこはみ出てたんだ？うなちゃん側の。ここら辺じゃない？ここ、うなちゃん側のここだと思う。ここ？はい。ここの、そっち、こっち側。こっちに。こっちにはみ出してました。あー、間違えちゃったのかな？はい、間違えちゃったんですよ。でも、うなちゃんのチームはちゃんと確認しなきゃダメですよ。何をやってるんだ、お前たちは。お叱りだぞ。ヒデオさんの最後の最後で、あんなところに。
なんでお前はうなちゃんの隣にいるんだよ。ダメだろ。まっすぐ並べ。ヒデさんが怒ってるよ。怒ってますよ。最後の最後でピッてなっちゃうんですから。確かに最後の最後でピーはダメだよ、みんな。君たちもちゃんと確認しなきゃダメでしょ、最後まで。気を抜かずに引き締めて。引き締まりボディじゃないと。そう、そうだね。うなちゃんも責任者なんですから、ちゃんとやってくださいよ。そうだね、この責任で一番悪いの俺みたいになってるんですね、今ね。僕は頑張ったので、僕は。しょうがないんですけど人に厳しく自分に甘くは一番ダメなのてか時間ないから塗ろうぜいやもううなちゃん無理ですこれはいやいける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 、みんな急げ、頑張れ。いますか。だって最初の時間お叱りで終わったからね。そうですよ、あれはダメですよ、お叱り案件ですから濡れ濡れちゃんと。本当に何やってんですか、うちの子たちは。いやもう確認しないと、うちの子たちも。本当ですよ。あ、でも今回どう、時間足りるかな。最初のお叱りで時間食っちゃったから、いろいろさん、どう、いいだろこれで。いけるかな。いけるいける。濡れてる。イエーイ。え、惜しい。 0.1% 差。え、惜しい。え、勝ち負けじゃない。え、勝ち負けじゃないから。勝ち負けじゃないよ。惜しいで勝ち負けじゃないんだよ。でも勝ちました、僕たち。皆さん、3回目。はい。3回目です。ちょっとね、今回色をつけてローラーで来ました。ワイドローラーで来ました。何、色をつけてって。いやね、色物ってことよ。俺だけワイドローラー。いや、僕もワイドローラーですけど。なんで一発で。僕、うなちゃんが言う前にワイドローラーにしてましたもん。でもさ、ローラーで行くねって言ってさ、俺ワイドローラーで行きたい。はい。いや、僕はそう言われる前からワイドローラー選んでまして。気が合うね、なんか。やめてくださいよ、そんな仲良しみたいな。え、そう？はい。うなちゃんに汚くされてる。ごめん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 。いや、頑張ってやってるから。許して。そうですよ。こうやって塗るんですよ。なんか、隅が塗れないんだよ、隅が。うなちゃんね、もううなちゃん下手っぴ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ隅を塗ったの今。こう、じゃあこうですって、こう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 。あー、ごめんごめん、角が。こう。お、うまいうまいうまい。わかりますか？うまそう、うまい。うなちゃん下手っぴなんですから。うまいですね、イリオさん。ちょっとアクセントがあるから。よし。うまい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 。うまいんですよ、うなちゃん。ちょっとベチ塗りで塗っとくわ。はい。どう？てるからな。そうだな。あ、塗り残し発見した。危ねえ。あ、塗り残し発見した。あ、塗り残し発見した。危ない。やばいやばい。結構塗り残しあるわ。結構ある。やばいぞ。え、めっちゃあるなちゃん、僕のチーム。うちのチームはあったぞ、今。え、もう3箇所あった、今。ちょっと指導しなきゃいけないじゃないか、これ。やった、また。ほんとにまずいぞ、これ。あ、またあった、またあった。めっちゃある、めっちゃある。え、うなちゃん、気をつけて、気をつけて。塗って、これ、塗って。で、これうなちゃんが塗りなさい。なんか塗れなかったんだ。え、これ全然塗れないんだけど、ここで、イレオさん見て、これ全然塗れないの、ほら。ほんとだね。あ、もうやだ、うなちゃんとやんない。イレオさん、あ、拗ねちゃった、ごめんごめん。イレオさんごめんね。おい、な、ちょ、ちょ、バカバカバカ、おい、危ない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 、何やってんだよ、何やってんだよ。うるさいんですよ喧嘩しないの。ダメダメダメ、うなちゃんが落としたんですからごめんね。あー、惜しい惜しいね。いないいない、バー。4回目4回目です。はい、4回目。4回目だけど、なんか疲れがすごいな。やっぱ引き分け企画。はい、これで終わりにしましょう。いやいや、引き分けになんないとダメですよ、知らないですよ、そんなのなんで僕が引き分けにしなきゃいけないんですか。イレオさんは引き分け見たくない？この、あれ、このゲームは引き分けはダメなんですってまあ勝ち負けがね、あるゲームだから。そうです。珍しくない引き分け出たら。2は出たんだよ。
あ、2出ましたね。うん、一緒にやったもんね。はい。でも2出たけど、うなちゃんなんか嘘つきって言われて。編集だろって。うなちゃん言われて。いや、本当に出たんだよ。はい。そう。で、僕、うなちゃんをかばうために、うなちゃんがそんな編集力あるわけないだろうって言って、うなちゃん。失礼だな。これはなんか、悲しいな、俺も。あ、真ん中塗るね。え？びっくりした。ちょ、こっち来んな、こっち来んな。入ってくるな。入ってくるな。やだ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 。入ってくるなって。もう。だってだっていいじゃないですか、ちょっとぐらい。塗り直さなきゃいけないんだから。早くベチベチして。どう？はい。はいじゃわかんないな。どう？いやー、いいと思います。本当？はい。適当に言ってない？いや、言ってないですって。オッケーオッケー。じゃあ塗り残し確認してくるわ。うん、もうちょいちゃんと確認して、塗り残し。うん。塗り残し、ヒロさんも確認して。じゃあそっちじゃなくて反対の塗り残し見た方がいいと思う。こっち側？うん。え、なんかビーコンあるんだけど。ちょっと、ビーコン置いたんだけど。これヒロさんかよ。何やってんだよ。なんか映ってるヒロさんが。ああ、やっぱり、こっちが多くなっちゃうんだな。ヒロさんの面積分入ってるだろ、これ。あ、そんなことないですって。絶対ヒロさんの面積分だろ。5回目かな。5回目だ。5回目。5回目です。5回もやってんですか、うなちゃんこれ。でもまだ5回だよ。大変ですね、5回もやって。まあ、でもそんくらい引き分けってならないってことだからさ。うん。うん、レアなんだよ。スプラ2でなんで出たんだろう。俺ね、ボルドマーカーできた。ボルドマーカーできたよ。何言ってんですか。ボルドマーカー。発音が悪いですよ。ボルドマーカー。うまい？うまい。うまいよね。もう一回もう一回もう一回。ボルドマーカー。あー、ダメだ今のは。今のはちょっと調子込んで、今のは調子込んでちょっともうちょっと発音良くしようとしちゃったでしょ。何これ。これ哺乳瓶。哺乳瓶書いたの。うん。引き分けみんながやってる中で。うん。だってお腹すいた。うん、お腹すいた。あ、ミルク飲むんだまだ、ヒデオさん。そう、飲む飲む飲む。まだミルク離れできてないんだね。できてないできてない。3歳になっても飲み続ける。あ、3歳なんだ。はい。3歳ってこともびっくりだけど、まだ哺乳瓶でミルク飲んでるんだ。え、今流行ってんですよ、哺乳瓶で飲むの。え、そうなの。はい、知らないんですか。うなちゃんも今度僕が作ってあげますよ。哺乳、いや、いいよいいよ、俺も大人だもん。いや、遠慮するなって。いい、いい、いらない、いらない。哺乳瓶ライフしましょう。哺乳瓶ライフは汚い、なんかやだ。何汚い、うわうわ、何汚いって、うわ何、うわ、それはもう炎上ですよ、なちゃん。なんで哺乳瓶が汚いは炎上ですもん。赤ちゃんの美味しいやつなんですから。いやいやいや、見て、ヒレオさん、これ何。あ、偉い偉い、ちゃんと哺乳瓶避けてんの偉いでしょ。うん、偉い。綺麗にしてるの今。え、これ消していいの、乳瓶。いいよ。あ、いいかい。いいかい。おーい、やめろやめろ。せっかくやったんだ。やんないでやんないでやんないでくださいよ。いや、何をだよ。真ん中うなちゃんの方、うなちゃんの方多くやってください。だから。あ、これちょっと多いんじゃん。ピッてやって、ピッて。やめろ、やめろ、やめろ。それ以上くるな。おお、うまい。うまいうまいうまい。ピッてやって、もっとピッて。もっとピッて、うなちゃん軽め軽めでピッて、もっともっともっとピッて、ピッてやって、ピッてやって、もっと、ほんと、また絶対僕の方が多いですって、これ。俺出てんじゃん、めっちゃ。鏡で見づらいけど。おー、うなちゃんがやりすぎたんですよ、これ。違うだろ。もっとって言ったら、ヒレオさんだろ。おー、いい。うなちゃんのピットが。ごめん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 、やりすぎたわ。痛い。はい、6回目かな、ヒロさん。6回目ですよ。今回ですね、はい、時間の関係でですね、うん、
はい、最後となってます。え、なんで？いや、時間の関係でね。それはうなちゃんの時間の関係ですか？いやいや、みんなの時間を使ってるからさ、はい、俺だけじゃないからさ、はい、ほら、都合が悪い人もいるかもしれない。この時間で僕とかね、ゲーム秀夫さんかい。秀夫さんだったんかい。もう僕かもしれない。なに？見て。やだ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 、怖い。撃たないで撃たないで。近づいてきとるやん。秀夫さん探してあげっか。うん、どれだ？こっちですよ。え、いた。おお、いた。何やってんですか。いた。どこいた？あ、いた。後頭部が見えるわ。意外と頑張って塗ってるんだよ。うなちゃん、そっちのチーム頑張んないと塗れないですよ。僕手伝ってあげますから。あ、ダメだ、ダメだ。ダメだよ。だってうなちゃん塗らないから。そっちで塗ったら意味ないでしょ。早くやってくださいよ。これ、だって塗るの大変なんだけど、チャージャーで。真ん中しか引けない。ねえ、やばい。早く早く、うなちゃんなくなっちゃう。早く時間がなくなっちゃうから。いや、もうこれが最後だから。でもこれ真ん中塗ってるよ今。うん、ナイス。どう？ちょっと俺らが多めの方がいいんだよね。うん、さっき出すぎちゃった。そう。オッケー。バカ言ってることとやってること違うから。ちぐはぐちぐはぐすぎるよそれ。うわ、じゃあこれ、ここが黄色、下に黄色だから、もうちょっと青塗った方がいい。うん、もうちょっと、はい、分かった。さっきと同じ流れ。これでいい？はい。はい。最後これね。オッケー。これでいきたい。最後だよ。ヒロさん。どうだろう。意外といけそうじゃない？うわー、惜しい。うなちゃん最後にペチってやったから。いや、めっちゃ惜しい。うなちゃん見てた、僕いいって言ったのに最後ペチってやるとこ。ごめん。うなちゃんのせいだ、これ。